はいどうもこんにちは、おもちゃんねるんです。さあ今回はねこちらを見ていきましょう。はい、2018年12月最後のね月に発売されましたトミカプレミアム、年を締めるにはねふさわしいんではないでしょうか。フェラーリの 512BB ですね。こちらが今回は通常版と、あとねこれがかなりの争奪戦、トミカプレミアム発売記念仕様、こちらのね2種類が発売されましたね。ではではね早速ねこちらの2つね見ていきたいと思います。さあでは通常版からいきますが、まずはビニールを取ってパッケージの方からねざっと見ていきたいと思います。めくれないよ。はい、ジャンと、はい、こんな感じですね。黒色ベースのかっこいいデザインになっております。で今回のねこの車両のギミックがまた素晴らしいですね。ライトの収納展開と、あとねカウルの開閉機能、こちらね2つがついてて、これがかなり熱い。でこちらにはシリアルナンバーが振ってあるねライセンスシールも貼ってありますね。いいねフェラーリ。いやいつもこのタイミングっていうのはやっぱ一番興奮します。ワクワクですね。さあそれでは早速ねちょっと開けていきましょう。はいはい、どうだ、お、いいですよ間違いなくいい。でこれ、あ、スケールの話も忘れてました。61分の1なので、まあ、ちょっとあのスケールは大きめになってますね。ではでは行きましょう。おー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 、かっちょええー、いいねいいね、来ましたね。あ、若干ちょっと塗装のムラが目立つかな。かなりちょっと急いで大量生産しちゃった感じですかね。少しだけ残念かな。まあ、通常版なんでまあなんとかなるんですけど、こっちの発売記念はちょっとね気にしたいところです。さあではねくるっていきましょう。まずねフロント部分はこんな感じになっておりますね。まあトミカプレミアムということあってね、ああここもいいね、ちゃんとフェラーリのねエンブレム書いてますね。書いてるというかこう立体的な造形になっててめっちゃいいね。でボンネットの部分はこのようになっておりまして、色の方はもちろんねフェラーリ独特の赤色になっております。まあまあフェラーリといえばこの赤か、あと最近僕の中ではこの黄色も結構ね熱い感じかなと、そんな感じです。でギミックも見ていきますが、ライトの収納展開ができます。それはねそこにあるこのレバーですね。このレバーをスライドさすことによってライトがね開いたりね閉じたりしますね。でちょっとやってみましょう。せーので、よいしょー、おー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 、いいね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 。まあまあまあこのギミックはあのテスタロッサの時もね同じような感じでしたね。まあ、ちょっと実際のテスタロッサとちょっとどんな感じで違うのかね軽く並べて比べてみましょう。では行ってみます。テスタロッサも展開、はい、こんな感じですね。ちょっと並べてみますが、はい、いいねいいねいいね、この並びたまらないですね。いやー素敵やんって感じですね。大阪弁で言うとね、このまま時が流れそうなんでちょっとこちらに置いておきますで一度ちょっとライトの収納しまして、ちょっと半目状態もしますか、半目で閉じましょう。でフロントガラスのところも見てみるとこんな感じで、内装もかなりしっかりと作られてますよね。で続いて側面いきましょう。はい、こちら側から見るとこんな感じになっていて、あーいいね、かっこいいボディラインはしっかりと作られている感じですね。でトミカプレミアムなんでホイールもちゃんと再現されていて、こんな感じになっております。いいね、かっこいいですね。で後ろ側行きましょう。はい、テール周りはこのようになっております。マフラー周りの造形や、あとストップレンズやウインカーはこちらは塗装になってますね。であと細かい文字などはしっかりと書いてあります。でこの辺りの造形もこんな感じでバッチリとされておりますね。かっこいいね、見応えあります。でもう一つのギミックなんですが、こちらのカウルが開閉できるようになってるんですけども、ちょっと先ほどねツイッターなどのね情報を見てみると、ここのねカウルの開閉のねギミックのちょっと不具合が多いみたいなので、ちょっと心配なんですけどもね。ではちょっとやってみたいと思います。では行きましょうか。ちゃんと下に置いてこうかな、よいしょ、おーおーおお、いいねいいねいいね、あー落としちゃったこれでいいのかな、だいたいこれぐらいの角度まで開くと思いますね。はい、で中の方はこんな感じで、よいしょ、バッチリと作られております。カウルの内側はこのような感じになってますね。いいねいいね、やっぱこの感じはかっこいいっすよね。もっと後ろまで行ったあ、この方が見やすいですね。おお、ここまで開くんですね。もうこれ以上はいかないんでちょっと気をつけた方がいい。で不具合はどこで起きるんですかね。
なんかずれたりするみたいなんですけども、僕の場合はどうでしょう。はい、あ、ちゃんと閉まりましたね。バッチリだとは思います。まあなので通常版の方はカオルの開閉機能に問題はなかったかな。あれ開かなくなった。よいしょ、こうか。ちょっとコツありますね。持ち上げるようにしないと開かないですね。おー、なんか斜めったぞこれ。大丈夫か。よいしょ。あー、これ外れやすいんですねこれ。気をつけよう。まあ皆さんちょっとね、あのここ結構根元がなんかパカってこうずれやすい感じになってる。ああ外れた。あ、とりあえずはまあそんなにガチガチに止まってるわけじゃないみたいな。まあ一応取り扱いは気をつけた方がいいとは思います。で反対側の側面いきましょう。はい、こちらの面はこんな感じで、こちらの面ももちろんボディラインバッチリに作られてますね。で上から見てみるとこうなっていて、底の方はと、はい、こんな感じになってます。カラーは艶消しですね。渋いですね。でギミックおさらいしますが、こちらねライトのね展開ですね。であとは後ろのカウルの開閉があるんですが、サスペンション機能まではねついていないみたいですね。まあてな感じで、まず最初は 512BB の通常版から見ていきましたが、いや、やっぱなかなか素晴らしい作りにはなっておりました。まあ、僕のね、車両は幸いにも通常版の方はね、不具合は特にね、ないと思います。まあまあ、多分運が良かったのか、どれぐらいの不具合出てるかわからないんですけども、皆さんちょっとね、買われた時は、まあネットの情報だけね、僕ね、信じるのもあれなんですけども、ちょっとね、カオルの開閉ね、そのあたりちょっとチェックしてみてください。ではでは続いては、はい、こちら数量ね限定されておりますトミカプレミアム発売記念仕様 512BB 見ていきたいと思います。ではこちらもね先にビニールをベロンとめくりまして、よしよし、これもめくれないぞ。よし、いけました。まずねパッケージのデザインはこんな感じですね。まあ発売記念仕様は真っ赤なね色がベースになってて、基本的なデザインのこの配列というのは通常版と変わりはない感じですね。まあ以前のねテスタロサのね発売記念仕様と似たような感じのデザインにはなってると思いますね。さあさあ、それではこちらはどんな感じなのか楽しんでいきましょう。一瞬タイガースカラーかと思ったよここ。ではではでは出していきましょう。あ、いいざんすよ、いいざんすよ。いいね、かっこいいね、黄色もいいね、やっぱね。カウル大丈夫かな、ちょっと心配ですけど。さあではね、くるっといきましょう。まずねフロント部分はこんな感じになっておりまして、こちらもねもちろん形ねしっかりと作られております。で心配していたまずね塗装のムラとかなんですが、今これね手に取って見てる感じは結構しっかりといい感じで塗られてますね。なんかこう目立ったこう空気が入った跡とかはないです。ラッキー。で先ほどの通常版と金型は同じですね。カラーの違いのみとなってると思います。ではちょっとねライトのまずね開閉いきましょう。レバーをカチッと、はい、こんな感じになりまして、おーいいね、こちらもかっこいいですね。ちょっと半目いきましょう。よいしょ、から、はい、こんな感じですね。いいね、この睨みつける感じ、うん、素敵。で続いていきますね。はい、もちろんこちらにねフェラーリのねエンブレムもしっかりと書いてあります。で側面いきましょう。はい、横から見るとこうなっていて、お、若干浮いてるか、まあまあ気のせいか。あ、こんなもんですね。今ちょっとちらっと通常版と見比べたんですが、まあまあこんなもんでしょう。でホイールもね通常版と同じものが使用されてますね。こちらもボディラインデザインバッチリ完璧にかっこいいですね。で後ろ側いってみると、はい、こんな感じで、こちらもテールレンズ、ウインカーは塗装で細かい文字などもしっかりと書いてあります。でカウルの部分の造形はこのようになっておりまして、ではちょっと開閉もやってみましょう。ではでは少しばかり緊張しますが、パカッと開けて開かないよ。お、ほんまには硬い。あー、よかったよかった。開いて、ん、どうだ、これは、あら。あー、びっくりした。これはちょっと怖えな。ちょっと怖い。大丈夫かな。あ、大丈夫、え、大丈夫なのこれ。え、本当に大丈夫。あ、よかったよかったよかった。一応閉まるけど、なんかあれ、通常版となんかこう感じが違うぞこれ。ああ、いけるかな。
なんか最初がすごい重たかったんでちょっとびっくりしたんですが、でもなんかちょっと微妙に感覚が違いますね。なんか重い、うん、なんでしょう。まあまあ個体差なんでしょうけど、まあこの辺でちょっとね、差がひどい人とかは、作りがやばい人とかはあれなんでしょうね、ちゃんと締まらないとか歪むとかそんな感じになってくるでしょう。実際にこのね、僕のこの発売記念書もなんとなく感覚で締めると若干こう浮いてくるんですよね、これね。なのでちょっと最後ギュッとこうしてあげないときちんと締まらないみたいな、まあこれが皆さんの言ってる不具合かどうかちょっとわからないですが、ちょっとやりにくいかもしれません。まあポジティブに考えると結構しっかりしてるんで、さっきの通常版はねかなり軽いんでね、まあそう考えると安定してるのかなと。ここつまんで持てるんで、さっきのはね何回もこうやって持てないんでパカッて開いちゃうんでね、まあどっちがいいのかは分かりませんが、まあまあとりあえず開閉は楽しめるんでいいかなと、そんな感じに思います。よいしょ、おー外れちゃった。まあ外れまくるのどうかと思います。でちなみに、はい、内側このようになってますね。ちょっと塗装が甘いかな。ベースの黒色というか、まあちょっと色混ざって緑色に見えるんですが、ちょっとね内側の塗装が薄いです。でこの辺りはまあしっかりとね作られていますね。ではね続いて、はい、こちら側の側面見ていきますが、まあもちろんこちら側はバッチリかっこいい感じで上からも見ていきます。はい、全体的にこうなっていて、続いて底ですね。はい、こちら側も通常版と同じく艶消しの仕様になっております。でもう一度改めて通常版と並べてみましょう。はい、こんな感じですね。もうポンと並べるだけで存在感が違いますね。すごくいいですね、かっこいい。もうこれだけでね、なんていうんですか、もうインスタ映えしそうな、そんな感じの絵にすら見えてきます。それは僕だけなんでしょうか。皆さんもね、多分ね今頃手に入れた方はちょっとねニヤニヤしている方もいれば、あら不具合が出ちゃってどうしようってなってる人もいるかもしれませんが、まあ、今回ね車両としては本当にね素敵な車両、そしてトミカプレミアムで登場ということで、かなりねしっかりした造形や塗装になってるんで、まあちょっとね今の時点でこれ手に入るかどうかちょっと微妙なところなんですけども、まあ、僕ちょっと先ほどオープンからね30分ちょい経ったお店に行ってきたんですよ。近所のエディオンなんですけど、そこに行ったらまだね全然残ってたんで、ひょっとするとね残ってるお店があるかもしれません。ぜひねここは来ないだろうっていうお店あったらちょっとね探しに行ってみてください。じゃあではせっかくなんでちょっとねトミカプレミアム系だけちょっと並びましょう。テスタロス咲いてますね。まずこれがね通常版で、こちらがですね発売記念仕様ですね。そしてこちらがねタカラトミーモールのオリジナル仕様です。あーいいね、ちょっと色の並び的にはこうした方がいいかな。白真ん中にしましょうかね。そうするとシンメトリーでかっこいい感じかな。おーいいね、黄色赤白赤黄色ね、たまらない素敵だわー、この感じ素敵やわー、うん素敵素敵素敵に1時間ぐらい経ちそうなんで、じゃあちょっとギミックオール展開とか最後にやっておきましょう。右からいきますね。はい、こんな感じで、もうなんて贅沢な遊びなんでしょうこれ。いやーたまんないっす、うん、嬉しいわこれ。もう12月も半分過ぎたのに嬉しいはい、まずはちょっと正面からいきます。はい、オールライトオープン。かっこいい、もう何を言っていいか分かんないけど、かっこいい、いいね。じゃあさらにはちょっとここで3台下がってもらって、カウルも開けちゃいましょう。はい、よいしょ、いけるかな、いけたー、おーおーなんだ俺だけ笑ってますこれ素敵やわー、この絵いいからこれで終わりにしましょうはい、ということで今回はトミカプレミアムの 512BB、 こちらがね通常版と発売記念仕様がね発売されたので、この2台とあとはねちょっとね軽くねテスターロースターも3台ね出してみましたが、さっさいかがだったでしょうか。いや本当にもういいね、うん。まあ僕の場合は本当にさっきも言いますように、あちょっと胃が出るこれ特にねまあ大きな不具合はなかったと思うんですけども、まあ若干気になったのは通常版の方の塗装のムラぐらいですかね。まあまあ全体的に言うとまあ個体差程度の感じだとは思います。まあ所有するにあたってそこまで僕は
気にする方ではないので大丈夫ですが、まあ、もし気にされる方はね、ちょっと箱を開けた瞬間にぜひ皆さんね、ちょっとチェックしておいてください。まあ、特にあの発売記念紙をね、これはもう多分メーカーさんに言っても在庫とかもなくなっちゃってると思うんで、お早めにね対応の方してもらいましょう。ということでね、今回はねこの辺りにしておきたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のチャンネル登録やコメント評価どんどん待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。あとね、ツイッターやインスタもやってますんで、そちらのフォローの方もぜひよろしくお願いいたします。では今回も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね、他の動画でぜひお会いいたしましょう。ではでは、ごきげんよう。さよなら。バイバイ。